東日本量子波動研究所 CEO 小原さんです。おはようございます。おはようございます。とうとうレギュラーになっちゃいましたね。ありがとうございます。もう嬉しいですね、はい、いえいえこちらこそありがとうございます、はい、本当に反響が不思議なくらいって言っちゃ失礼なんですけどあるんですよ。出ている私も不思議です、はい、そうなんですか。、はい、いやでももともとずっとお米を、はい、素晴らしい波動米を作られて、はい、日本全国へ向けて、はい、送ってらっしゃるわけじゃないですか。そうですね、北は北海道から南は沖縄まで ね、はい、本当に日本全国津々浦々なわけで、はいはい、なんかその意味ではすで、はい、に本当に幅広くお客様がいらっしゃったはずですから、はい、発信力は小原さん自身お持ちだと思うんですよ。まあ、SNS で多少は発信させていただいてましたんでね、うん、はいはい、だから、はい、そこがベースになって、はい、今の状況なんじゃないかと私は思ってたんですけど、はい、ご自身が予想外みたいにおっしゃってるってことは、はい、やっぱりうちの放送によって何かが変化してる、まあ、そうですね、レインボータウン FM さんと、はいはい、この YouTube のおかげですね、はい、あら、そうなんですね。それは本当に不思議 で、はい、でこれがですね、はい、うん、まあ、うち毎週毎週2組のゲストさんにお越しいただいてるじゃないですか、はい、なので年間約100組ご出演いただいている計算になるんですよ、はい、まあ、同じ方が何回か出てらっしゃるっていうのはもちろんあるんですけど、はい、動画の本数的には年間100本、100本いくわけですよ、はいはい、でもう間もなく8年近くなるので、はい、800本くらいあるわけですよ。800本、はい、はい、でこの動画の再生のされ方がですね、はい、まあ、私自身ゲストさん選ばせていただいていて、はい、私が OK しないと、まあ、もちろんご出演ということにはならないわけですよ、はいはい、できっとこの方の再生回数はぐーっと伸びるだろうなとか、はい、この方は残念ながらそんなにはいかないだろうなって、はい、まあ、予測するわけなんですけど、はい、まあ、この予測が結構外れるんですよ。そうなんですね。そうなんですよ、はいはい、いやこの方どうなのかなって思う方が、はい、ってくれヒュヒュヒュって再生回数伸びちゃったりとか、はい、この人行くだろうと思ったのが意外や意外伸びなかったりとか。あ、なるほど、はい、まあ、伸びないって言っても、はい、まあまあ、大体1000回は超えるんですけどね、はい、でも本当にそこから先っていうのは、はい、予想外だったりするんですよ。あ、なるほど、はい、うん、はい、小原さんの動画も本当に2000回向けて着実に伸びているので、はい、ありがとうございます。すごいなと思ってるんですけど、はい、いやいやいや、何かお心当たりはありませんか。でしょう、なんでしょうね、まあ、時代の、まあ、求めるものにシンクロしてきたんでしょうかね、はい、それはきっとあるんだと思います、はい、やっぱりシンクロっていうのは、はい、この放送やっててすごく感じるんですよ。重なるんです、いろんなことが。そうですね、なんか引き寄せられるようにね、うんうん、あの物事がこうまるでストーリーがあらかじめできてたんじゃないかというふうに流れていくようなことが起きますよね。本当に不思議、はい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 、そしてとうとう、はい、レギュラー化してしまった小原さんのコーナー。ありがとうございます、ね、まあ、レギュラーしてくださいと前回の放送で申し上げたんですけど実現してしまいました。実現しちゃいました。嬉しい、光栄ですね、はい、いいえ、こちらこそありがとうございます。いいえいいえ、はい、でもね、じゃあ何喋ろうかなって話だったりするんですけど、いいえ、実は、まあ、はいはい、手元に、はい、新しいシートをいただいておりましてですね、はい、このシート今回すごくくっきりと字が読めるのでちょっと読んでみようかなと思うんですけど、はいはい、量子波動発信シート、はい、これが正式な名称だったんですね。まあ一応、はい、そういろいろ変わることもありますけど、はい、今は主玉の言葉、はい、秀逸形態波動画像290種、はい、名古屋市在住の、は、何これ後期申請というね、後期申請すごい名称ですね。後期申請医師、はい、ドクター K が言霊をリーディング、はい、静岡県富士市在住の波動映像クリエイター愛が秀逸な携帯波動として画像化、画像化、はい、東日本量子波動研究所によりエネルギー発信シート製品化って書いてあるんですけど、はい、初めてちゃんと読みました。 ありがとうございます。ごめんなさい、はい、今まで何してたんだって感じなんですけど、いえいえ、もう説明させていただいてましたね、はい、大丈夫です、でもこの、はい、ね、秀逸、携帯波動画像、はい、290、この名刺サイズのシートに290もの画像がついてるんですか、はい、これ、
そのエネルギーを取り込ませていただいてますね。独自ノウハウなんですけども、はい、映るかな本当に、はい、ね、実物見ていただくのが一番早いんですけども、はい、いわゆる本当に名刺を入れるようなネームホルダーに、そうですね、あとは十二面体とかね、はいはい、ここに名刺サイズのグレーっぽい紙が裏表で2枚入ってるんですけどね、その間に粘土、ね、前回ご紹介いただいて粘土が入ってる、計算円白土という粘土です ね、はい、だけどこのシート紙自体はグラデーションがかかってちょっと紫色とか緑色とかがチラチラ出てるんですけど、全体的にはグレーっぽい色の、そうですね、そういう色になっちゃいます ね、はい、シート、はい、ここに290種類の画像が入ってますって言われても、はい、ごめんなさい、正直よくわからない、うん、わからないと思います、はいはい、うん、はい、でこの画像を作ってらっしゃるのは静岡県のクリエイター愛さん、はい、でもその元となっている言霊が、はいはい、ね、前回にもお話しいただいたドクター K さん、はい、もうすごくこのドクター K さんとクリエイター愛さんに対して興味津々なんですけど、はい、今日ちょっとその辺教えていただいてもいいですか。ですね、ドクター K さん、まあ、名古屋市のお医者様なんですけども、はい、お医者様なんですよね。お医者様なんですよ、はい、で実はご縁がですね、なんか数奇なご縁がございまして、はい、奇跡的な巡り合いといいますかですね、私あの銀座マルカン、まあ、斉藤ひとりさんのところの、はい、出陣式って全国の出陣式パーティーの司会を20年ほどやらせていただいてた。20年、はい、司会、はい、私より司会者歴長いじゃないですか。いや、まあ、というかあの式典の部の司会だったんですけどもそれを仙台でもですね、はい、あるグループのそのパーティーをやることになりまして、そこにですねそのドクターがおいでになられまして、はい、朝リハーサルの時にドクターがいらっしゃいまして、はい、でいろいろお話しさせていただいたんですけども、その時あのドクターの光の凄さがですね、この人荒人神じゃないのと私は一瞬、光の凄さってオーラですか。オーラというかまとってる光というか、うんうん、ものすごく神々しいんですよ、はい、普通の方なんですよね一応。一応普通の方で、普通のお医者様、はい、普通のお医者様です、はいはい、だけど、はい、そこに立っていらっしゃる姿が神々しい。神々しいでやっぱり、はい、うん、でそこのその先生がですね、言霊を下ろしてるんです。あのいろんな宇宙の中心からですね、あの、はい、ご本人はあの400年先から輪廻転生され、最後の輪廻転生でこの宇宙地球の波動、はい、宇宙浄化再生研究所というのを作っておられましてですね、はい、そちらも研究所なんですね。そうです、研究所でその先生から、はい、ある時あの僕の下ろしている言霊でこのエネルギーシートを作ってくれませんかという話が先生の方からいただきまして、先生からだったんだ、はい、ラブコール、はい、うん、そして作ってお送りしたら、はいはい、あの言葉だけじゃなく今度はこれを画像化してくれてる女性がいらっしゃるのでそちらでもやってみてくれということで、その画像の方の方がよりその先生の下ろしたエネルギーが的確に伝わるということで、そこからあの先生どん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 言霊を下ろしていただきまして、この奇跡の出会いからですね、それで誕生したのがこのシートで、あのどん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 そのエネルギーを出す言霊の数を、言霊をあの画像、携帯波動というエネルギー画像にしていただいて、はい、それを一つ一つ加えていって今現在で290種類、はい、まあ、すごい、どんどん増えていってパワーも上がっていきますし、じゃあ最初は画像一つからスタート、はい、40種50種類ぐらいからスタート、最初もう50ぐらい降りてたんですよ、はい、それを入れてあの第1号を作ったわけですね。はい、じゃあドクター K からのご紹介でこのクリエイター愛さんと知り合うんだ。その会場でですね、実は宇宙浄化再生研究所にもう一人愛さんという方がいらっしゃいまして、その方が、はい、まあ、一応いろいろ導きをするつなぐ神様がいらっしゃるんですね。なんかうん、ちょっと今失念してしまいましたけども、その神様の名称でその、はい、その宇宙浄化再生研究所にそういう名前でやってらっしゃるんですけども、いろんな人をつなぐんですよね。その仙台の会場の時に私と先生をつなげていただいたのはその、はいはい、
愛さんですね、はい、そうなんだ、はい、あ、サルタヒコシンという、あ、サルタヒコシンなんですね、はい、はい、いやー、はい、そこでまた神様の名前が出てきてしまったりとかって、はい、やっぱり神がかってるんですね、うん、まあ、宇宙の中心からその浄化再生のエネルギーを下ろすということで、はい、まさに超物理学カタカムナとか仏末体の現代版というような形で、はい、その、うん、短いことだ、まあ、日本語っていうのはあの物理学とか元素記号とまるで一致する部分がございまして、おっしゃってましたよね、はい、それを、はい、あの現代文、まあ、古い文字のとか文だと現代人の意識が乗らないわけですよね。それを現代人の使っているセンテンスに短いセンテンスで下ろし、うん、文章だけだとさらに意識が乗りにくいのでそれを画像化すると。でその画像、まあ、これあの Kindle とかという本でも出版されてますので、はい、一枚一枚の画像はあの弥勒天使、あ、弥勒、あ、宮古公や弥勒天使で検索していただければ Kindle の本で見ることができます。無料の本と、はい、一部500円ぐらいかなのありますけども、はいはい、それでどんな形態波動なのか見ることができますね、はい、そういうものだったんですね。そうですね、はい、それをなんと小原さんの素晴らしいお米を買うと勝手についてきちゃう、はい、ちょっと今あのうちのじゃなくてあの委託生産というか私の技術で作ってる人の別の人のお米になってますけども、また9月になって新米が取れますと私が直接生産したものに、はい、すごい、はい、いや本当に本当に超お得ですね。そうですね。あとはこれを田んぼに設置するとね、明らかに稲の育ち方が全然違うので、来てみればまあ分かりますけどもね。 なんでこんなにって、はい、了解でございます。早いなって、はい、うちいつも稲刈り一番早いんですよね。そうか、はい、面白い、はい、で言ってる間にあっという間に時間来てしまったので、はい、また来月続きを聞かせてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、小原さんでした、はい、どうもありがとうございます。